ブラックキャビアはオーストラリアの競争馬である。G1 競争15勝を含めたオーストラリアの競馬の連勝記録を無敗で達成している。1歳時にメルボルンプレミアセールで21万オーストラリアドルで落札される。2歳4月にデビューすると先行して早めに抜け出し、後続に決定的な喫茶をつけて勝つ強い内容の競馬で連勝を重ねる。 最後まで追われる接戦となったのは、重賞初挑戦だったデインヒルステークスのみであった。G1 初挑戦となったパティナックファームクラシックは4馬審査のレースレコードで勝利して8連勝。国内無敗連勝記録に並ぶレースとして、注目されたライトニングステークスも勝利して連勝記録に並んだ。このレースではそれまで15戦12勝を挙げていたヘイリストも出走していた。 しかしブラックキャビアは直線入り口で早くもヘイリストをかわし全く追われることなく後続に大差をつけると最後は手綱を緩めるほどの余裕を見せ楽勝した続くニューマーケットハンデキャップでは 58kg のトップハンデながらもいつもと変わらぬ先行抜け出しでレースレコード勝利を挙げたウィリアム・レード・ステークスでは中団からの競馬となったが 残り200メートルで先頭に立って全く危なげなく勝利した。TJ スミスステークスはこれまでメルボルン地区のみでの出走だったブラックキャビアにとって初の遠征、初の右回りコースであった。3番手追走から残り100メートルで抜け出してレースレコードで勝利した。続く BTC カップでは3番手から残り200メートルで先頭に立ち、 後続に2馬審査をつけて勝利した。ニューマーケットハンディキャップのパフォーマンスに対しては、後にアイファが発表した2011年のワールドサラブレッドランキングにおいて132のレーティングが与えられた。中間発表時点ではスプリンター及びオーストラリア超競馬として史上初のランキングトップにもなっている。また、タイムフォーム氏も 同レースに対して、同国歴代4位の135のレーティングを与えている。ブラックキャビアはこのシーズンも、わずかに気合を入れられるだけで先行早め抜け出しで、干渉する、強いレース内容で連勝を重ねていく。約5ヶ月の休み明けとなった、スキラッチステークスでは4位1、4場審査をつけて勝利。中1週で出走したシュウェップスステークスでは6場審査で勝利し、 オーストラリアの歴史的名場ファーラップを上回る15連勝を達成した。同じく中1周のパティナックファームクラシックを連覇し16連勝する。約2ヶ月を置いての2012年初戦となったオーストラリアステークスを勝利し17連勝。中1周で出走した CF オーアステークスは初の1400メートル戦も危なげなく勝って18連勝を達成。 連投となったライトニングステークスでは残り200メートルを切っても突き放せず久々に無知を入れられて全力で追われる展開となったが最後は振り切ってこのレースを連覇。オーストラリアの主要地区での連勝記録体となる19連勝を達成したその後は3連投でフューチュリティステークス初の海外遠征となるドバイゴールデンシ社品などへの出走が検討されて いたが、過密スケジュールや予定されているイギリス遠征も、含めると、長期遠征となることなどを理由に出走を回避。今シーズンの最大目標である、ダイヤモンドジュビリーステークスへの遠征に照準を合わせるため、短期放牧で一息入れられることになった。その後、4月のロバート・サングスター・ステークスを勝利し20、連勝。5月のグッドウッドハンディキャップを勝利し21連勝を達成した。 6月23日、初の海外遠征となる、イギリスロイヤルアスコット開催のダイヤモンドジュビリーステークスに出走。3番手から早めに抜け出し、追撃するムーンライトクラウドを頭差で振り切り向きずの22連勝を達成した。この年もワールドサラブレッドランキングにおいて高い評価を獲得した。ブラックキャビアは、 ライトニングステークスでヘイリストに勝利したことが130ポンドに格付けされ、世界ランキング3位体となった。前走から約8ヶ月の休みを挟み、この年から自身の名を冠したブラックキャビアライトニングへ出走し優勝。連勝を23に伸ばした。3月にはウィリアム・レード・ステークスに出走、4コーナー前で抜け出すと、騎手が追うこともなく、持ったままで24連勝を達成。 4月には TJ スミスステークスへ出走し優勝25連勝となった。このレースを最後に現役を引退、繁殖品馬となった。また、ブラックキャビアライトニングと TJ スミスステークスのレーティングはいずれも130となり、この年の10月に外線門賞を圧勝したトレブと並ぶ評価を獲得した。 これによりオーストラリア距離場史上初の世界ランキング年間1位を獲得した。競争名 S はステークス、H はハンディキャップの略。ありがとうございます。